どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲が弾いて歌う弾き語りがどんどんできるようになりますよということで、日々簡単ウクレレレッスン公開しています。今日も張り切ってやっていきます。今日取り上げるテーマはこちらの曲です。ドン、ガラス越しに消えた夏。鈴木雅之さんのあの夏の名曲、この暑い夏に歌いたい。さよならを繰り返し、君は大人になる。あれですよ、あれ。当時はね、カップヌードルのコマーシャルだということだったんですけど、1986年、大沢俊之さんの作曲。これはもう、胸キュン80年代、やばいやつです。いやー、気持ちがいいですよ。張り切ってやっていきましょう。はい、本日は G ラブのブラックビューティーモデルウクレレとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていこうと思います。初めてウクレレはただいま Amazon でですね、即ゲットできるようになっております。初めてウクレレちょっと Amazon でちょっとチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、そしていろんなお知らせがあるんですけど、はい、これタワーレコードで無料のインストアライブイベント、開催です。この、黄緑色のソングブック6の発売が8月17日なんですけど、これの発売記念をイベントとして、タワーレコードさんで8月18日渋谷のタワーレコード、8月24日長野県上田市のタワーレコード、9月の8日8日大阪の八尾、タワーレコードで、開催です。どなたでも参加できる無料イベントです。ウクレレ持ってきてください。どなたでも参加できるんですけれども、この3店舗様で、この本の予約をしていただくと、サインをするよとか、ガズがね、皆さんの目の前でサインをして一緒に写真撮ったりね、イベントの時に前の方のエリアにね、入ってこれますよというね、かなりいいことたくさんだと思いますので、ぜひね、タワーレコードさんで、予約などしてください。電話予約も可能ですからね、詳細概要欄に貼っておきます。もうアマゾンで予約しちゃったよという方も、こっちはキャンセルしてもいいんで、こっちにぜひお願いします。と言いながらアマゾンもよろしくお願いしたいんですけど、そしてこれと含む、この、今まで出てた本、20万部突破です、皆さん。おめでとうございます。ありがとう。もう何がおめでとうって、そんだけ笑顔が増えたなと思ってるんでね。いや、嬉しいなというふうに思うんですよね。はい、これを記念してガズレレフェア開催です。このフェア開催中にですね、ガズレレもゲットしてくださった方には、このミニノート、これかなり便利なミニノートですよ。こう書き込みができるノートと、抽選で3名様に初めてウクレレ、この初めてウクレレがね、サイン入りでプレゼントということになってます。こっちもね、概要欄に貼ってください。チェックしておいてください。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン。これゆっくりやります。これはね、まずここから始めましょう。歌の雰囲気をギュッとつかむ、これが大事ですからね。で、後半はかっこいいバージョン。これはコードの響きがかっこいいコードに変わり、リズムにグルーヴが生まれます。いやー、これはね、もうかっこいいバージョンはもうね、魂で歌いたい感じになると思います。2バージョン、ぜひとも最後までご覧いただいてプレイしてみてください。さあ、まずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生、自分が好きな曲を聴くからやるに変わっちゃうわけですから、ぜひガズレレで音楽スタートしてください。さあ、それではレッスン始めていきましょう。ガラス越しに消えた夏、まずはシンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみて。1、2、3、4。さよならを繰り返し、
返し君は隣に会うときめきと戸惑いをその胸に忍ばせて君は先を急ぎ僕は振り向きすぎていた知らずに別の道見つからか離れていた君は隣にあるときめきと戸惑いをその胸に さよならを言えただけ君は大人だったね ときめきと戸惑いをその胸に忍ばせて ガラス越しに消えた夏、鈴木雅之さんの名曲、夏の名曲やってみました。これめちゃくちゃもうね来るんですよ。さよならを繰り返しもうね、もう歌いたい。これはぜひ皆さんで、簡単です。簡単コードです。歌は簡単じゃないですよ。でコードは簡単、今のシンプル簡単バージョンだったらできますと思う。演奏はね、ただ歌ですよ。やっぱりこれはもう鈴木雅之さんですから、しかも作曲大沢俊之さんですからですね、もう雰囲気ガチつかんでやっていきましょう。今のねガズレレアレンジはこれ鈴木雅之さんがテレビに出ていた時のショートカットアレンジバージョンをちょっと参考にさせていただいているバージョンでございまして、1番全部やった後感想を挟んで B メロからもう一回最後サビを繰り返してエンディングのサビという感じの構成になっております。まずはこのガズレレバージョンで練習してください。慣れてきてフルコーラス私やりたいなと思った方はこれをね1番のコード進行を変えて2番の歌詞を書き加えてフルコーラス、いずれできると思うんですけどね。はい、まずはこのガズレレバージョンでしっかりすべての要素の網羅してね、掴んでください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますので、それを見ながらウクレレで練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としては今やったガズさんのシンプル簡単バージョンに合わせて、できるようになったら素晴らしいと思います。そこまで、目指して練習してもらいたいんですけど、これ伴奏はねさっきも言ったようにゆっくりで簡単なんですけど、やっぱ歌の感じだと思うんですよね。やっぱ難しいのは聞き込んでエモーショナルにソウルフルに歌っていって、これがいいと思います。一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱりなかなかハードル高いと思いますから、やっぱり楽譜を見ながらですね、何回も練習して、いずれ覚えちゃって、夕日に向かって、この夏空に向かって歌っていく、こういうのがいいというふうに思うんですけれども、でも楽譜って今言ったけど、どこにあるんですかって声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のね、ガズの演奏はこのガズさんの手書きノート、41冊目に書いたこの
このノート、楽譜、これを見ながらね、今演奏していきました。これもうちょっとしたらこんな風にカメラにドーンと映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、ガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね、その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにね、ご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。ガラス越しに消えた夏、鈴木雅之さん、大沢俊之さん作曲、見ていきましょう。これイントロなんですけど、これ FFCC、 かっこいいバージョンではここおしゃれなコードに変わってかける2ですね。これ2回繰り返してイントロ入ってきます。ってことで今日見て、これ見て、ワンブロックコード1個ずつで、なかなかコードは簡単だけど、かっこいいバージョンではこのように下に書いてあるでしょ。これかっこいいバージョンでコードが変わってきますからね。でだけどね、これはやっぱりね、シンプルの中にあるこの歌でね、この表現するっていうタイプの曲ですんで、伴奏はやっぱり、簡単バージョンであればね、伴奏は簡単なんですけど、まあかっこいいバージョンはね、やっぱりちょっとかっこいい弾き方になりますけれどもですね。はい、こんな感じで写しておくので、皆さん一時停止して帰っていってください。そしてね、今紹介させてもらったガズクラブで、この今写ってるこのデジタルデータを、この今写ってるこのノートのデジタルデータそのものをですね、皆さんのお手元にダウンロードしていただくのをガズクラブでね、ご活用いただくのもかなり有効です。今日のガズのノートの特徴ちょっと言っていきましょう。ガズのノート、ここに点とか V とかいろいろ書いてある。これね、リズムがわかるんですよ。やがて 1,2,3、 はい、やがてって言った後に F がリズム始まります。やがて、うんうん、夜が明ける、明け、あで Em7、 今は、うんうん、今は言った後に Dm、 うん、冷めた色、はい、イのところで C、 こんな感じで、これ言葉のリズムが分かるようになってる、とっても大事なガズレレノートの特徴。はい、そしてあとここの伸ばすところとか、ここ伸ばすところ、これね歌詞カードには出てこないですからね。あとこのワンブロックに対する位置とか、すごいヒントが盛りだくさんなんですよ、このガズレレノート。なんでぜひねガズクラブに入っていただいて、このガズレレノートデジタルデータで、ご活用いただくのもおすすめですけど、お時間の方はこの通りに書いていただくといいと思います。はい、一時停止で書ける方書いていってください。ちょっと分かりづらかったら動画のテロップと合わせて見てもらうといいかもしれません。上の段はかっこいいバージョン、下の段は、上の段は簡単バージョン、下の段がかっこいいバージョンのアナウンスに主になってます。はい、ここは伸ばすです。ワンブロック足されて伸ばす。でここサビですね。はい、さよならを繰り返し、ここは歌いたいよね、最高です。はい、そしてここ感想をやって、ここもかける2ですね。イントロと同じ感想、イントロと逆なんだな、これ F、C なんだけど、こっちは CF になってますね。はい、こんな感じで2回やって、したらここ見て、B メロやってサビです。だからここです。君は、こんな感じでここをやって、もう一回サビをやった後に、ラストのサビですね、ここ。はい。ラストのサビ。はい。さよならを言えただけ。君は大人だったね。これがいいんですよね、また。そして、ここまで来て終わって、最後またエンディングとして、C と C と F と F、のエンディング、この感想としてエンディングかける2。
やって終わる。こんな感じになってます。出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、今やったのはね、コード6個、簡単バージョンは言っていきます。Cam、F と Dm、G7、Em7 の7個じゃ、6個のコード。今映ってるこの6個のコードはガズレレではもう超いいですよ。このガズレレ必須コードのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ始めた初心者さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループがあるんです。でも10個もあるのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるので、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に、わかりやすい動画貼っとくんで、ぜひガズレレ必須コード覚えちゃってください。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前にもちろん、歌です。この曲がね、伴奏はだから今やったように、シンプル簡単バージョンであれば伴奏はね、かなり簡単なんですけど、やっぱ歌のね、タイミングと言いますかですね、このメローに歌うこの鈴木雅之さん、マーチンさんのですね、この歌声がもうたまらないんですよね。やっぱソウルフルに行きたいですよね。ためと言いますかね、やっぱりこのノリなんですよね。結局はやっぱり言葉にもこうノリがある。でスローな曲なんですけど、バラードであればあるほどまたその奥深さがこう輝くということで、やっぱね、鈴木雅之さんの、歌っている映像とか、あの音源とか、ね、YouTube にもたくさんアップロードされてる。あのニュアンスかなりやっぱりね、いいですよ。もう本当いいですよなんて僕が言うのはおこがましいぐらい、もう素晴らしいですから。いや、もうなんていうのか、やっぱりモノマネをするのが大事だと思いますね。あのニュアンスをやっぱ出すのっていうのはもう、なんていうのかな。まあでも、それをこう、なんつうの、トレースして自分なりのカラーにしていくっていうのはすごく大事なことだと思います。歌をね、しっかり聴き込んで、撮らせていきましょう。じゃあ、かっこいいバージョンの解説やっていきましょう。かっこいいバージョンではコードが2個追加。これはね、かっこいい強度、コードなんですけど、かっこいい曲には付き物みたいなコードが2つ登場です。まず C メジャー7。これは簡単です。1弦の2フレット。これね。あともう1個、こっちがね、大変。F メジャー7。大きい M と書いてね、メジャーって読みます。ここ、3弦の5フレットと4弦の5フレット、こういう風です。響きは？これがいいですよね。はい、これここ5フレットなんで、こう結構距離あるんですよね。この C とか F とかからこっちに行くのに。なんで、この指で押さえるのをおすすめしてます。そうするとこっちに戻るときにね、これがね、ちょっと先行してる部分楽なんですよね。まあもちろんこれでもいいですけどね。とにかく押さえる場所、こことここ。はい。この F メジャー7と C メジャー7。このね、これ、おしゃれ曲のもう本当にね、もう代表的コードですんで。はい。これが今日はもう多数登場でございます。やっていきましょうということですね。で、今日出てくるリズム。はい。今日出てくるリズムはこちらです。ドーン。アルペジオと8ビートが混ざった感じのやつ。という感じですかね。オリジナルの弾き方なんですけど、バラードっぽい感じがよく出てくる感じでね、すごいいいリズムと、あとは、8ビートのチャが半分ですね、このリズムを使ってやっていこうと思います。だから今日はとりあえずアルペジオと8ビートと、8ビートのチャが半分というリズム解説はちょっと今からしますんで、とりあえずその解説、概要欄に貼ってあるウクレレできるリズムいろいろのところに、それぞれの濃厚レッスン動画がもうすでにアップロードされてるんで、今からちょっと覚えたいなとしたらそこで見てもらえばいいと思うんですけど、ちょっと今から解説していきましょう。まずね、ほとんどの曲、今日の曲の、前半部分全部はですね、アルペジオと8ビートが混ざったような、ちょっとバラードっぽいリズムでいこうと思います。ちょっとイントロのコード進行。F メジャー7、F メジャー7、C メジャー7、C メジャー7でやってみると、こんな感じです。1,2,3,4。いいでしょ？これをやりたい。ちょっとじゃあ、C でちょっと練習してみましょう。C を押さえておいて、左手、右手見てて、親指で、トントンパン、トントン、トントンパン、トントンパン。2弦弾いてもいいかもしれないですけど、一回全部親指でドロンと弾いた後、4弦、1弦、2弦、3弦。最後に2弦弾いても弾かなくてもどっちでもいいかな。ドランドンダンダンドン、ドランドンダンダンドンでもいいし、ドランドンダンダンドンダン、ドランドンダンダンドンダン。これを F メジャー7でやると、せーの。こんな感じであります。これ。こういうのものにしとくと、こういうゆったりバラードの前半とかよく出てくるで、これがいい響きでしょ。はい。これを練習してください。ちょっとじゃあイントロのコード、もう一回やりましょう。ワン、ツー、練習だよ。ダダン、4弦、1弦、デンデンデン。はい。C メジャー7、デンデンデン、4、1、2、3、2。はい。今言ったの弦の筋ですよ。デン、
4 1 2 3 2、ダン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 、歌入っていきましょう。やがて夜が明ける、今はコード変わって冷めた色、 C メジャーセブン、こんな感じです。この流れめちゃくちゃ良くないですか。このドゥンプンパンパンプンドゥンプンパンパン、ぜひこれマスターしてください。これで1番は全部これでやりますから、1番全部ずーっと言って、でサビまでやって間奏までこの弾き方、かなり長く引っ張ります。なんでこれ淡々とリズムキープも結構大事になりますからね。でさっき C だったところは C メジャー7だったり、 F だったところは F メジャー7に変わっていたりするんで、そこは要注意ですね。であとはもうこれも淡々とやっぱりリズムキープが大事、決めも何にもないです。そこはもうね、なんていうの、この鈴木雅之さんとこう男気が溢れてる感じと言いますかですね、もうシンプルなんですよ。で感想が終わった後に今度は8ビートのチャが半分になりますけど、これもねかなりゆったりした感じが必要になります。 B メロからやってみますと、一回全部終わった後の戻ってきた B メロですからね、ここで8ビートのチャが半分になります。そうすると 1,2 君は先を急ぎ、僕はプリスここです。今のリズム、G7 でやってみると、ジャンジャンジャンジャチャッカ、ジャンジャンジャンジャチャッカ、こんな感じになります。これは8ビートのチャが半分ということなんですけど、ちょっと C でやってみると、普通の8ビートのチャはダンチャッカつったチャッカ、ダンチャッカつったチャッカ、これが半分になるわけですから、ジャンジャジャンジャチャッカ、ジャンジャジャンジャチャッカ、最初のチャがなくなったってことですね。はい、そうやって考えると分かりやすいかなと思うんですけど、ちょっともう一回君はの B メロやってみましょう。せーの、君は先を急ぎ、僕は振り向きついていた、知らずにいた別の道、いつからか離れていた、伸ばす、はい、さよならを繰り返す。ここから全部8ビートのチャが半分というリズムです。これはね気持ちがいいんでね、早くならないように要注意かなということなんですけど、リズムがねこの2つ切り替わるところがちょっと問題かもなと。じゃあ間奏の後半の4ブロックからやってみましょう。せーの、来るよ、ワンツースキルワン、はい、だからこのドンドンダンダドンダダンダンダン、君は感じで自然とこの8ビートのチャに、アルペジオから8ビートのチャに流れていく感じが表現できるといいかなと思います。これ違うリズムなんで、リズムがやっぱりね同じリズムキープがこの続くのが大事になると思います。であとはシンプルにまた今度は8ビートのチャで本当最後までいきますよという、こんな感じになっております。いやーこれはですね、だからシンプルの中にあるこの奥の深さ、歌の懐の深さというか奥深さ、こんなのが大事になると思います。この熱いでタイトルにもね、ガラス越しに消えた夏ですから、夏にこの曲を歌う、この透明感がある曲最高です。歌っていきましょう。さあやっていきます。鈴木雅之さんのガラス越しに消えた夏、ガズレレリューかっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4。
知らずに別の道、いつからか離れていた。さよなら繰り返し、君は大人になる。ときめきと戸惑い、正行さんのガラス越しに消えた夏、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。サビがもう気持ちがいいんだよね。この最初のこのアルペジオで弾くサビと8ビートのチャガアンブでこう雄大になるサビと、こう2パターンあるじゃないですか。そこのこの温度差の違いとか、これを感じながら弾くの最高だと思います。いやー、これじっくり練習してこの夏歌っていきましょう。皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときは、ここのね、楽譜に手で書いていくんですよ。このかっこいいバージョンのコードとか。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さん、チェックよろしくお願いします。それと、ガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とか、タブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜。で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜は、かっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しく、まずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども。でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そして、ガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネル、ガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私、ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと、本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そして、ガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひ、このバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページ、よくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことは、ここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高。楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。